毛太酒は中華人民共和国貴州省特産の香料を主な原料とする蒸留酒。白酒の一つで世界三大蒸留酒の一角に数えられる。強い芳香があり、飲み干した杯にもなお香りが残る。名前は産地の毛太に由来する。地元産高橋と調香支流である若水河の水を用いる。高温多湿な気候を利用しつつ、原料の蒸しと発酵、蒸留を繰り返す、旧蒸し発酵七取酒により作った酒を3年以上寝かせ、調整、配合を経て再び寝かせる。全工程は5年近くかかる。ワインなどのように古酒もある。こうした製法は400年以上続けられている。毛太酒の生産が始まったのは、清代中頃からで、嘉慶、同光年間には24屋が毛太酒を作り、原料として2万石以上の高橋が使われるとの記録が残るが、太平天国の乱によって、古くからの酒蔵は破壊された。この酒は1915年に開催された、サンフランシスコ万国博覧会で金賞を受賞。一部で国酒とも呼ばれているが、歴史的に見て、洋画大局が、乾隆帝に称賛されたお酒なので、毛太酒を国酒とするには疑問が残る。そのため、商標を真似た類似酒や偽物が多数出回っており、実際の生産量の倍以上の偽物が流通していると言われている。メーカーでも、ホログラムや製造履歴が確認できる IC タグなどの対策を打ち出している。現行の主要商品では、アルコール度数は 53%、かつては 65% であったが、近年35から 47% に下げられている。飲みすぎても二日酔いせず、むしろ適度の飲用は健康に良いとされる。酒本来は風邪をひいても薬は飲まず、毛太酒を飲んで治した。ありがとうございます。